チェック。ジャック尻尾がなんか物語ってんだね。ジャック嬉しい尻尾の振り方ですか。ジャックンおちゃん、クローズアップしてみましょう。じゃあ眠いのね。今日は、またちょっと病気の話からで申し訳ないんですが、病気ではなくですね、大腸ポリープの、内視鏡検査、明日になります。前日の朝、今ですね、ほとんどぐのね、あれが入ってたな、きつねうどんですね。きつねうどんを、朝食べました。消化のいいものを食べるようにということです。あと繊維質のないものということで、そして今日はお昼がこれ、夜はこれ、その夜は7時よりも前に食べ終わることというのが一応約束事になっていて、明日は絶食です。明日のだいたい昼過ぎくらいかな、2時半になってるのか、が、病院に行くことになっていて、その後、まあ、手術というかですね、内視鏡ですので、お昼、ご飯を食べている方ごめんなさいね、お尻に管が入ります。そして中を全部カメラで見て回ってですね、ポリープがあった場合はそれを切除するということになり、その後その日は、一泊することになっていますということですので、今日はそういうリポートも含めてということですね。ちょっと外出もしようと思ってるんですけれども、盛大にぐるぐる言ってますね、ぽんちゃん。ぽんちゃん、明日からちょっと一泊で病院に行ってきますね。ぽんちゃん、ジャン君も葵ママさんと仲良くしててくださいね。待ってねー。
と撮影中。ポンちゃんが可愛いのです。ジャン君はね、ダンボール2つ使って顎乗せてるの。ジャン君首だけ取られてるよ。はい、可愛い。あくび取っちゃった。ジャン君あくび取ったよ。ポンちゃんね、ピントが合わない。ポンちゃん目つき悪い。ポンちゃんピン、ポンちゃんにピントが合わない。はい、ジャン君ポンちゃんの前ですが、オープンマイクにまた差し入れ。これはいつものやつですね。マオイママさんが大好きなガチャガチャが入っています。後で開けます。ポンちゃんにあげてもいい？これはフルーツ大福。え、大福？ゼリーかと思っちゃった。冷やして美味しいって書いてあるよ。え、大福なの？珍しいもの。ゼリーじゃないんだ。黒犬は今食べられないけど、食事制限入っています。明日以降で何日かだね。あのもしポリープがあったら数日間は固形物食べられませんので、あさって以降いいよ食べてて。はい、どうもありがとうございます。もっと先に食っちゃえばよかったね。そうだね。はい、はい、これ開けます。どうもありがとう。なんか可愛いね、丸くて。そうだね。レモンとピーチとブドウとみかんって書いてあるよ。可愛い。そんな可愛い入れ物に入れられたら可愛いな。はい、じゃあこれは空いたものをまた後で取ります。はい、完成したようです。ここで刷新撮影やっています。なかなかピントが合いません。こっちのカメラでは、あ、ピントが外れてきた。あ、あった。じゃあそっちに向けましょうか。シュル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 、はい、あ、揺れています。勉強机。違うよ、箱だね。棚。あ、はあ。棚に、にゃんこが寝てたり、なるほど。しているわけ。日常がここにあります。おー。